嘘だよ、こんなのさ、先輩はそんな人じゃないだろう。悲しいな、かわいそうだな、俺。てか、何もかもうざいと思ってんのは自分の方だっつーの。あれ、ヨスケが二人クマ。お前誰だ。俺はそんなこと思ってない。よく言うぜ。いつまでそうやって格好つけてる気だよ。商店街もジュネスも全部うぜんだろ。そもそも田舎暮らしがうぜんだよな。何言ってる。違う、俺は